ケースファイルナンバー03、元カマタマーレさぬきの福家祐希さんです。こんにちは、福家祐希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福家さんはサッカーっていうのは何歳ぐらいの頃から始めたんですか？サッカーは、おじの影響で、小さい頃からやってたんですけど、少年団に入ったのは小学3年生の頃に入りました。あ、そうなんですね。そこからプロを目指していこうってなったきっかけって何かあったんですか？プロ、小学生の頃から、どんどん上手くなりたいっていう気持ちでずっとやってたんですけど、高校生ぐらいからやっぱプロになりたいっていう気持ちが出てきて、で香川西に行って、で高松大学に行かせてもらって、で、大学1年生の時からたまたまあれ3期の練習参加をさせてもらうようになって、より、社会人でも、サッカーをさせてもらいたいっていう気持ちがどんどん出ました。あ、なるほど。一番の思い出って何かありますか？そうですね、なかなか試合に出れなかったんですけど、その中で、J3 になってから、開幕戦でゴールを決めたっていうのがすごい思い出に残ってて、ずっと、娘と、娘が2人いるんですけど、娘とこう入場していくっていうのが、ずっとやりたいなっていうことだったんで、開幕戦でそれができたので、すごいそこが思い出に残ってます。それは素敵ですね。それは娘さんはちっちゃかったので覚えてはないですか？いや、覚えてると。あ、そうなんですね。はい、あ、でもそれも嬉しいですよね。そうですね。そこも本当にずっとなかなか試合に出れない中でも、ファンのとかファンサポーターの方が応援してくださってて、家族も応援してくださった中で、開幕戦のゴールがベストゴール、JS3 ゲームに3月のベストゴールに受賞させてもらったんで、本当にいろんな思いが、いろんな方の思いがあって取らせてもらったゴールだなっていうふうに振り返ってみるとあるので、本当にそれが一番思い出に残ってるかなと。はい、そして蒲田まわれさぬきを経て愛知の方にも行かれてたということなんですけれども、その愛知での、時っていうのが現在の活動にもつながってるんですよね。そうですね。蒲田まわれさぬきを、対談する形になって、でそれでもまだ、選手として苦しい時間が長かったので、もっと選手として活躍したいという気持ちで、こうご縁もあって、愛知の方に行かせてもらって、FC からやってるチームに行かせてもらって、でそこでこう選手とこう並行してスクールのコーチっていうのをやらせてもらってて、で2年間やらせてもらっていくうちに、どんどんこう指導して、最初はこう選手としてっていう気持ちでいったんですけど、こうどんどんこう気持ちが変化して、でスクールをやっていく中で、こうスクール生がこうどんどん成長していく姿を見て、それをこう、地元の香川県でもこう自分が伝えることがあるんじゃないかっていう思いが出てきて、で香川に帰ってきたタイミングで、サッカースクールを開校させてもらいました。子どもたちに指導する上で大切にしていることってありますか？スクールの特徴として、一つ一つこう整理して、止めて、ただやらせるんじゃなくて止めて、で今のどこが良かったとか、どこにポジションを立ってればもっとゴール取れたとか、こう選手にこう促すような、考えてもらうようなコーチングと、ここに立った方がいいよねっていう提案と両方できたらいいなっていうことでやってます。そんなスクールの先生もされながら、また他にもお仕事されてるそうですが。そうです。実家の自営業の手伝いというか、社員としてやらせてもらって、祖父がいるんですけど、ずっとこう牛乳配達というか配達なんですけど、選手の時から帰ってきたらやってほしいというふうに言ってもらってて、ずっと応援して、サッカーを応援してる中でそういうふうに言ってもらえてて、で、父が社長なんですけど、父も、やるんやったらやっていいっていうことでやらせてもらってるんです。じゃあ今二足のわらじで頑張ってらっしゃるわけですね。どっちを
どっちかっていうことではないんですけど、こう両方、まあ、自分がこうプロサッカー選手に、まで育ててもらった仕事なので、そこにこう、まあ、父とか両親に感謝してますし、そこで何か恩返しができたらなっていうのもありますし、まあそうですね、いろいろこう思う部分があったので、本当に手伝わせてもらってるっていう感じです。去年、サッカー選手を引退 しました、ファンサポーターの皆様、今まで応援ありがとうございました。で去年香川に帰ってきたタイミングでこう実家の自営業とサッカースクールを開校させてもらいました。何か自分ができることが次世代に伝えれたらいいなと考えてますので、よろしくお願いします。フェイス、今回は元かまたまーれさぬきの福井祐希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。前向こうすると、こうやって守りながら